です。技術。今日はね、今朝固め。今朝固めの逃げ方。やろうと。あるっすね。お昼まで待てば今朝じゃなくなるから。あ、そういうことか。じゃあ5号型ね。5号プラッタ。そこそこ5号プラッタ。5号プラッタ逃げ方。5号プラッタはどうするか。5号プラッタそういうことじゃない。一晩中耐え続ける。午前まで。そしたら今朝固めに変わっちゃって。なるほど。結局負けます。でも今朝はさ耐えたって別にさ何も起きないじゃん。耐えてでも午後は落ちるよ。やばいっす。やばいっすね。じゃあ確かに。でも今朝固めのさ。はい。基本的な逃げ方をさ、はい、ちょっと今できる人にパッてやってもらいたいんだけど、はいはい、基本的な、基本的な、そう、今朝固め、いつもキッズとか、はい、教えるでしょ、基本教える、はい、教えるっすね。あ、今朝固めどうやって逃げてるの、ちょっと見せてもらって、今朝柔道、誰やります、じゃあ俺やろう、今朝柔道出身の俺が今朝固めしよう、今朝どっちの、こっち、こっちの方が見やすいっすよ、ね。今朝固めは、まあ、キッズに教えるときは結構ちっちゃい子見てるんですけど、今朝ってのはこういうお坊さんが着ることが今朝、あ、今朝ね、今朝こういう斜めのラインで押さえるから今朝固めを、おお、マネチ式言うのかな。おーら、くーちゃん、空飛んでる、おー、くーちゃん空飛んでるよ、おーら、すごい、すごい、よかディバッカルで、キッズに教えるときはこうやって相手捕まえて、うわってこうやって相手にめっちゃ寄ってから、うわーって返す。あ、これ柔道やってる時にもこれを習いました。俺もこれ習った、ね、少年柔道もあるわ、うん、そうね。でさ、まあ、はい、これが基本になると思うんだけど、まあ、これさ、いつ話してくれた、これ本当に今朝やられた時にこれで逃げれこれ逃げれん。じゃあちょっとやってみましょう。試してみよう。いいぞ。試して、小太郎。タメクサみたいな。落ちちゃう。おっ。厳しいよ。まあ、あのね、膝最強だ。これってね、一般人男性だったらこれで返せる。ああ。俺異常男性なんで。で、これって体重力とフィジカルっていうのが結構関係あって、うん、で、あの女子の MMA って首投げめっちゃ多いです。多いですね。そこら V1 で。で、子供の手術も今朝方でめっちゃ多い。うん、ああ、そうですね。多いですね。頭でっかいですもん。まあ、でも多分ね、その何キロをこう移動させることができるかっていう、体幹必要 の、 あのフィジカルと関係してるんです。ああ。下の人間の、うん、そうそう。で、やっぱりこの今朝固めのブリッジで返すやり方、もしくは起き上がって返すやり方って結構力いるのよ、うん、体幹の力、うん、確かにしんどいですね、返すマッスルしないもんね、返すってもしんどい、確かに、うん、トーストローテーションになり込まれる。で、例えば体重差が10キロある状態で、はい、今朝固めされると割ときついはずなんで、まあ、そうですね、動かないですよ、ね、あ、柔道もやっぱ重量級は結構けさ使ったりします、ね、そうでしょ、胸が、あ、じゃあどうやったら一番その女性とか子供とかでも逃げやすいか、うん、で女性とか子供でも逃げれるんだったら成人男性も逃げれる、絶対逃げれます、はい、逃げれる、このやり方をねちょっと説明しようかなって思う。今膝固めされてる人は必見です。今朝固めされたときにこうなってこうなってこうなるじゃん、うん、でやっぱりここで持ち上がんない、頭を抑えられすぎてここで持ち上がんないっていうことがよく起きるんだけど、でまず大切にしてほしいことはこいつが引き上げられてるともう何もできない、頭、そう、胸が丸まっちゃってるともう何もできない、でこれこうやって引っ張られてることがすごい多いけど、まずやんなきゃいけないのはこの腕に対して体重を思いっきりこうやって持ち上げる、おー、上がらなくなった、こうすると顎はこうやって上げれる状態になるから、うん、あ、これするとこう引き上がる、そうだったらここに手入れて、おちょで、この手に動くようにここでこう、めっちゃ絡んでる、
怖いこれ。そしたらこのままこういう風に起きていくと取り返せるっていう。おお、消さなかったですね。そうものなんだけど、これはまあ大事、一番大事なのは最初のセットポジションで、これがこう丸まってる状態でこうかけようとすると、めっちゃ引かれると軽いけど楽ですね。足かかんないんです。だからまずこの足でちゃんとマットを蹴っていけるんでね、はい、ああなるほど、重く作ってストップかける。ああ触れる。でここでキャッチ、うん、なるほど、なるほど。で押し込んでいってスタートする。脚力だから強いっすね。そうかかっちゃったら、だから今だったら例えば小太郎君と達之助なんて10キロぐらい差あるでしょ。そうですね、今ちょっと抑えられてみて。え、逃げないっすかこれ。逃がさない。そうそう、押さえてガッと押さえてって、まず丸められてるのを地面蹴ってブリッジして、うん、あ、これ結構いけるっすね。いける、頭重くできるから、ね、めっちゃ重くできる。まだまだで、チョップ入れて、うん、足入れて、あ、そう勝った。で、そのまま勝った。押し込んでみて、ほら簡単でしょ。全然力入れない。うん、あ、全然力入れない。すごい、いいっすね。頭を重くするって割とやってなかったりするんだよね。やってなかった、やってなかった、やってなかった。頑張ればいいと思うんです。うん、うん、ああ、なるほど。で、もう一個あって、うん、めっちゃ頭下げてくる場合もある。この足かけられたくないとか、こんな感じで、あー、頭めっちゃ下げてくる場合、かかんないですね。あ、これあるじゃん。これになったら一回このままこっちの足、うん、こっち、あ、近い方。そうそう、もうこれかかんないから。かかんないですね、こうやってもさすがにかかんないです、うん、これもう一回こうやって、うん、もう足で上げる、こうやって。で、両足上げてこうしたら、何じゃない、こうやって、魔法だ。見えなかった。え、入れ替わった。あ、入れ替わってる。君の名的な。で、これも振り子の運動を使うから、うん、で、前にいてくれるとすごいかけやすいの。これ俺がこうなってて、こうなってる。そうそう、こうなってる、はい、でも頭かかんないじゃん。はい、その場合このこっちの方の足を背中の方に寄せていって、頭この時そうだ、これ一緒、これ一緒、うん、そしたらここでかけて、おお、でこの足をクリア。おお、なんだこれ。入れ替わってる、これ入れ替わってる。やってみる、これ簡単だよ。これ僕やりたいですね。これかかんないと、また逃がさないやつが来たと。で、頭次かけられないし、さっきは、こうやってもう、あ、そうそうそうかけさせてやんないから、無理だ。これが、これが、あ、かわいたな。よし、こうやって、うわぁ、はい、で、なんだっけ、右足を上げて、こう、これ、足、両足振り上げて、クラッチは結構適当で大丈夫で、足振り上げて下げる。おお、これ入れ替わってる。このままこうやったら上に。あ、そうそう。あ、なるほど。あ、そうそう。永遠とこれできるんだ。そう。大丈夫。シーソー、シーソー。うん。で、これ前のめりだとかかん。ああ。逆に反ったやつだとこれで耐えないから。え？ああ、そうなの。うん。やってみろ。あ、なるほど。え、そうでしょ。ああ、止まるっすか、これ。そう、前に行ったら、前に行け。で、ちょっと、あ、戻ってきた。うん、そうそうそう、はい、いけるいける。でも反ってるやつはここに入る。そう、反ってるやつはそこに入るから、うん、さっきのほうができる。体勢によって変えないといけない。そうそう、体勢によって変えないといけない。頭の高さ。おお、え、なんでこうなってるの高いんですか。これが後ろ足に重心が乗っちゃうから、こっちの足とか、あー、ベースが強くなる。そうそう、これが袈裟固めのフォームを取ってみて、エア袈裟固め、エア、そう、エアキサ固めにしたときに胸張るとやっぱり重心が落ちる位置っていうのは、肘ここ、腰ここ、後ろ足っていうのがね。そうっす。ってときにこう相手がこう浮き上がってこようとする、こうちょっとこっちだ、うん、これに強いんだよ。強いんだよ、めっちゃ強い。なるほど。だけど前のめりになって、じゃあ足外れるから、こいつ意味をなしてないです。だからこういう運動に弱いんだ。あ、できそうだ。何、踏ん張ってるところが違うんですね。そうそう、体勢で。そうそう、こっちだ。なるほど、そうか。え、じゃあこれどっちかやってれば結構逃げれるんですか。逃げるとか、逃げるかどっちかってやっていけば、けたあたりがね。おお、うん、便利じゃないですか、めっちゃ。そう、これは割と逃げれるね。いいっすね、けたあたりで、
これでもまあもうちょっと体格差があって逃げれないっていう。はい。じゃあ、うん、じゃあ今朝だったんですか。本当だ。足を。今朝の足。どんなその座り方かわいい。で、これもしちょっと体格差があってこれなって、今のところ逃げれない、はい、そうそうそう、外れないよってなったら、これラペラ、後ろのラペラ、うん、これ持つ、これ、うん、これ持ってこれにかけて、なにそれすごいすげえ返せすごい見ました今見てると思う。あ、ちょっと見えやすいこれやると、こっちの方がこっちなんか見えやすい。そうそう。でな、これだ出てたらいいんだけど、これ出てない場合も結構あるじゃん。そうですね。うん、出てないと結構こう。とかでご貼って、こうでラッソーガード乗せるんですよ。ああ、ラッソーみたいに外に逃げられていくと勝手に乗るから。うん、でここで離して。なんでこれ。これ、私服でもできるんじゃないですか。T シャツビリビリになる。ビリビリになるけど。私服で、これ、乗っちゃうから。こんなで買えるんですか。私服で今朝をされることがあるけど。よくあるんですよ、足長。これ、まあ、ここ警察官が、犯人制御したやつも今朝買ったんですか。警察の今朝、犯罪者の犯罪者のダメですよ。ダメです。犯罪する人は、これに機材入れてやる人は、ここに機材入れて、で、外に行きます。おー、すごい、全然違いない。そこから手を外して、上になる。これを外して、上になる。罪が重くなった。こう、聞こえないです。罪がプラスされた。この3つよ。はい、この3つがあれば。もう無敵。まあ、今朝はされるんだよ。今朝に対しては、そうそう、強い。今朝がでも困ってる人結構いると思うから。うん、最初の人が本当にそうです。そうそう。割とこの3つを試してみてほしいっていう。うん。ああ、そうですね。はい、この技術ね、まあ、結構伝わると思うんで、これで知った人は、このチャンネルとか、この動画をまだ見てないのに、いや、俺もこう思われたんだよって言って、出して、でかい顔して。でかい顔して、で、後に、なんていうの、このチャンネルがバレて、作ってねえじゃんっていうことに気がつかれて恥をかいてください。はい、おなぎではまたって言って。サブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。